イクミンの世界にはプレイヤーにトラウマを残すたくさんの恐ろしい原生生物が登場するのですが、実は全ての生き物がピクミンの命を奪うというわけではありません。ようこそゲーム生物図鑑へ、ガイドのペイです。今回ご紹介するのはピクミンたちに基本的に害を与えることがない優しい原生生物たちを何匹かピックアップしご紹介いたします。害を与えるどころか、こちらに利益すら与えてくれる生物もたくさん存在します。そんな優しいピクミンの世界へ早速行ってみましょう。トロロタラシ。ピクミン3にて初登場の半透明のゲルのような生物で、空中をふわふわと浮いています。頭についているボンボンが可愛いですね。岩ピクミンと初めて出会うイベントで、岩ピクミンを体内に取り込んだ状態で登場します。ピクミンが近づくと、トロロタラシの由来であろうトロトロとした粘液を垂らし、ピクミンを捕獲してきます。囚われたピクミンは体内に閉じ込められていますが、捕食されることはなく、ピクミンも少し楽しそうですね。個人的に見た目も好みなこともあり、ピクミン3の癒し枠と言えるでしょう。まあどんなに好みでも倒すんですけどね。気持ちよさそうにうとうとしているのは泡ダコです。足は短いですが、タコのような見た目でド派手な印象の原生生物です。どう考えても強キャラのような単独配置をされていますが、実際はほぼ無害と言ってもいいでしょう。近づくと警戒モードをオンにし、頭を膨らませ口から泡を吐いて迎撃行動を取ります。しかしこの泡攻撃自体に殺傷能力はなく、ピクミンも初めてのアトラクションに乗った時のように楽しそうです。一応この泡で水の上に運ばれて、そこで泡を破ると青ピクミン以外にはきついのですが、ほとんどそんなことは起きませんし、倒すのが申し訳なくなる生物ですね。まあ申し訳なくても倒すんですけどね。空中をふわふわ浮いているのはピキマキです。空中にいきなり現れるので警戒してしまいますが、こちらを攻撃してくることはありません。むしろ垂れ下がった下半身部分にピクミンが成長する大地のエキスが溜まっていて、倒すとドロップしてくれます。ピクミンを葉っぱから花に変えたい一心で無害の生物を積極的に倒しに行く我々人類の方がよほど恐ろしいのかもしれません。まあ怖がられようが倒すんですけどね。そんな大地のエキスを落としてくれる原生生物はピクミン3にも登場します。ウスバミツモチです。ピキマキと同じく空中をふわふわと浮遊しているのですが、こちらを襲ってくることはおろか、こちらに興味すらない様子です。長く連なった体には大地のエキスが蓄えられているので、空中を浮遊できる羽ピクミンなどで攻撃するとエキスを落としてくれます。ピキマキ同様優しい生物なので攻撃することがためらわれますね。まあ無害ですが、こちらに利益がある以上倒すんですけどね。ハンボ。葉っぱに擬態するのが得意なハンボは近づくとカサカサと動き回りますが、特にこちらに害はありません。あまりしつこく攻撃するとサマーソルトを放ってきますが、無害に変わりはありません。ただしピクミン3にはハンボの枯葉バージョンである枯ハンボという生物が登場するのですが、こいつはなぜか鎌がついていて秒速でピクミンを捕食するので要注意です。水面を優雅に泳いでいるのはオタマです。イモガエルの幼生個体で特に害はないのですが、
このような幼生個体などがいると生態系の表現が奥深くなるので大事な存在ですね。ハナゲイモ、ピクミン2の激辛の実に群がる芋虫でひたすら実を食べています。ピクミンに危害を加えるわけではありませんが、激辛スプレーを集めているプレイヤーには少し邪魔になるかもしれません。あとウジ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 結構な音を立てて実を食べているので、芋虫が苦手な方には少し辛い生物かもしれませんね。シジミ、蝶のような生物で植物の上や寝ているチャッピーの上をひらひら舞っています。ピクミン2では三色シジミという名前でしたが、ピクミン3からは三色別々の個体になりました。もちろん全くの無害です。もしかしたら最後まで倒せることも知らずにクリアした人もいるかもしれません。チャッピーの上に止まっている姿は本当に自然の風景を感じられる描写で最高に可愛いです。コガネモチ、地面から突然飛び出してくる甲虫なのですが、ピクミンにおいて急に現れるのは大体ろくなことがないのでびっくりはしますが、全くこちらに害は与えてきません。しかし原生生物が現れたらとりあえず攻撃してみるのがピクミンというもの。ピクミンをぶつけると大地のエキスを吹き出してくれます。大体無害の生物は大地のエキスを提供してくれますね。近い種族に大金持ちがいますが、こちらも無害で攻撃するとお宝を落としてくれます。大パンモドキ、大きな食パンのような見た目の大型のパンモドキです。通常のパンモドキはロールパンのような見た目をしています。大パンモドキとパンモドキはピクミンを捕食しようとすることはなく、ピクミンもパンモドキを攻撃対象とは認識していないようですので、お互いに外敵ではないという判断なのでしょう。しかしパンモドキはお宝や倒した原生生物などを加えて自分の巣穴に持って行ってしまうので、ピクミンと綱引きになることはよくあります。この際にピクミンがお宝などを掴んだまま巣に引っ張り込まれると死んでしまいます。逆にパンモドキを引っ張り込みオニオンに吸い上げると大ダメージを与えることができます。見た目も可愛くトコトコと移動しているのでファンの方も多いのではないでしょうか。ミユリン、お花が多いフィールドにいる石ころのような原生生物で、見るからに不思議な雰囲気を漂わせています。普段はおとなしいが、こちらからちょっかいを出すと他の原生生物同様寄ってきて、バランスの悪い両手を振りかぶりピクミンたちを叩いてきます。この行動は攻撃ではあると思うのですが、ピクミンたちは死なずに地面に埋まるだけなんです。しかもなんとミユリンに埋められるとピクミンたちが花ピクミンに進化するんですよ。なのでもはや味方というか頼りになる存在でもあるわけです。オリマー図鑑によると植物を栽培したりしているらしいのですが、ピクミン界でもなかなかに謎の多い生物ですよね。また都市伝説的にピクミン1の強敵ドドロと関係があるのではと言われていますが、それはまた別のお話。いかがでしたでしょうか。決してピクミンたちを恐怖のどん底に叩き落とす生物だけではないのがわかりますね。なんならピクミンたちもこの星の捕食者なんだなぁと再確認させてくれます。彼らのような優しい原生生物も生態系の表現には欠かせないということですね。このチャンネルではピクミンをはじめ様々なゲームに登場する生物に焦点を当てて動画を公開しておりますので、ぜひ
チャンネル登録お願いいたします。登録していただけるとぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て。またね。